サボテンの花は宮部みゆきの短編小説。また、それをもとにしたテレビドラマや舞台作品など。書室は小説現代1989年3月号に掲載された。現在は短編集、我らが隣人の犯罪に収録されている。卒業間近の6年一組の子供たちが小学校卒業研究としてサボテンの超能力を研究したいと言い出す。 片仏の担任の宮崎先生は、もう反対するが、定年間近のゴンドー教頭は、子供たちの好きなようにやらせてみようというのだった。しかし、子供たちは、研究と称して、次々に騒動を起こすようになり、ゴンドー教頭は、対応に追われることになる。1991年9月23日に関西、テレビフジテレビ系列の不思議サスペンスの一作品として、放送された。 ありがとうサボテン先生のタイトルで2002年3月6日から3月28日まで日生劇場で公演が行われた。脚本、なるいゆたか、演出、水田信夫。雫とがつ魔王しょうは原作にないキャラクターだが、原作に登場する大学生、秋山徹の役割を果たす役。 6年一組の子供たちとしては子役が多数、出演した。2007年3月1日から3月6日まで、シアターブラバで、3月14日から4月1日まで、シアターアプルで公演が行われた。脚本、ナル豊か。演出、ナル豊。白井正。演劇集団キャラメルボックスの公演。この公演でも、雫とガツマオショウが登場。 六年一組の子供たちは、大人の役者が演じた。2015年10月6日、吉祥寺シアターにて公演された。脚色、三中幸子。演出、小林敏夫。青二塾内の衝撃団、アトリエの公演。出演者は青二塾出身の声優。サボテンの花に関するカテゴリー。ありがとう、サボテン先生に関するカテゴリー。サボテンの花に関するカテゴリー。 ありがとうございます。